東京6カ街と呼ばれています。沖屋があり料亭があり、芸者衆がいる花街では今もお座敷に芸者を呼ぶ下流会、下流会の文化が受け継がれています。その中でも赤坂芸者の皆様は明るくて華やかな印象があると言われており、下流会では牡丹の花と称されています。その中でも一番元気な赤坂芸者である一子さんは、2016年に芸者として初めて旭日総行賞を受賞したことでも有名でございます。それでは本日の演目をご紹介申し上げます。まずは春日三馬奏です。方角には様々な三馬奏がありますが、元は能を題材とし、天下太平五穀豊穣を祈る御祝儀曲として演目の最初に置かれるものとしております。今回の春日三馬奏は小唄春日流の繁栄を祈祷し、特別に作詞作曲された曲になります。続きましては並木駒形です。浅草並木、駒形、花川戸、三夜堀、土手八丁と浅草から吉原通いの道筋を歌ったもので、派手な吉原情緒、華やかな石ころの雰囲気を表しています。そして続いては清い肌でございます。神田明神の祭りの華やかなにぎわいと稲瀬の味を歌ったもので、清本の神田祭りの取り入れ、祭りの情景が目に見える一曲でございます。続きまして佃流しです。深川の風情をたっぷりと乗せ、深川節の手付けを前引きに取り入れたおしゃれな羽唄でございます。最後は猿と騒ぎです。赤坂比叡神社、通称三能山のお祭りは江戸三大祭りに数えられ、その名を今も地名に残しています。内裏の提灯を持って全員で踊ります。本日続けてご紹介いたしましたが、これより皆様にご登場いただきまして、続けて素晴らしいステージをお願いいたします。どうぞ大きな拍手お寄せくださいませ。
Oh,